回初めてのお魚さばき。こうでしょ。そう。ボア血出た。あ、でもそう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 。そうだよ。いけるよ、さきちゃん。うん。寒くないよ、ほらまだ。さきちゃん、手までアイドルなんじゃない。うわ。てそのままでいいんじゃない。そんな感じですか。はい、いいと思います。ね、量多くない。待って待って、量多くない、結構多いよね。もうチンしちゃっていいかな。待って、アルミチンダメだね。え、アルミチンダメだよ。ダメだよ、ダメだよ。かっこいいよ。若井さん、山下さんには前菜を作っていただこうと思います。はいはい、はい。ちょっとテーブルの並んでる食材の方からどういったものができるかっていうのを考えていただいて、自由に作っていただこうと思います。キノコ洗わなくていい、ベーコンも何もしなくていいから。これ、あ、もう洗ったらってこと。あ、そうなんや。だからキノコって洗わなくていいっすよね。え、そうなの。え、わかんない、うちは洗う派だった。キノコって洗わないで食べれるんだよ、だから人気ある。あ、そうなんだ。そうだよ。へえ。え、そうだよ、だからもうこれでいこう。あ、いいよいいよ。チーズ、ちょっとベーコンチーズはあるでしょ。手洗おう。うん、私はもう、あ、すみません、洗った、さっきちょっとさばいたんで洗ってます。オッケーです。ベーコンをキノコで巻く。ベーコンをキノコで巻く。あ、巻くやつね。うん、なんか切って、うん、一緒に詰めるイメージしてた。どっちでもいいよ。一緒にホイル焼き的な。あ、そうそうそう。じゃあそれにしよう。作ります。どうぞ。これは取らなかん。ここは取りますね。はい。なんかキノコとベーコンを焼いたやつ、チーズをかけて。そうですね。ありがとう。え、なんかとりあえず切ってるけどいいの？じゃあほぐしちゃうね。うん。あ、よし。これキノコも切ります。これ切ってんのかな？わかんないからちょっと切ります。適当に切ります。難しくないの、さばくのって。サンマはなんかあんまりザクーってさばいちゃうから、難しくないと思う。難しいのとかあるの、魚の中で、うん、ちゃんと三枚おろしにしようとすると、あとお刺身だとさ、皮も引いて、あ、そうね、骨も全部取るとかあるから。え、お刺身もやるの。すごいね。なんで、すごい、楽しいの。イエーイ。キノコってこんな感じでいい？いいやない、もうちょっと薄くてもいいかも。これしか切ったことない。あ、こういうこと ?3 等分とかってこと。そう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 。すいません。ちょっとキノコ分厚いか、まあいいか。これ使う。もういらないね。みんな、いらないね。うん、簡単な。みんなでもお腹いっぱいになっとるんだよ、多分肉食べて。あれ、ベーコンをちょっと炒めよ。わかりました。ベーコン切りますか、先生。はい。先生、先にベーコン切っていただいて、私先炒めますので、はい、3等分、いや、どれくらい、もっとでっでっでっで、うん、そんなもんでいいんじゃない。そういう感じですか。はい、いいと思います。そのやっぱデニムチャーシューに見えるね。ね、で、分厚いから、ね、喧嘩して、あ、この端っこ、おいしそう。パリパリして。あ、本当はこういう風にやるんだっけ。なんか家庭科の時間習わなかった、ね、あ、もうね、親でもやっとらへんよ、うん、やってないよ、ね、つかめないもん。菜箸料理ハマったら楽しい。美恵さんもでも作ってるでしょ、ね、焼いてるイメージある。確かに焼いてるイメージある。でも一時期どうしてもスープストックの東京ボルシチが作りたくて、うん、家で作ったことあるよ。すごいね。うまい。1時間ぐらい永遠と玉ねぎを炒める。あ、でもそんな、なんか飴色ってなんかドロドロにしなきゃで、ね、へー。レシピが載ってんの。なんかそう、レシピの本とかあったりとか。でもその工程だともう難しすぎるし、なんか取り寄せないといけないものとかあるから、なんか風みたいなのを、再現レシピみたいなのとかも、すごいやってたんだ、はい、ほらほら、めっちゃ頑張るよ。ホルの好きだったら、ね、料理は物によってはこう、やれる、面白いよね。楽しいってなる。あ、さっきさん、塩を取っていただいてもよろしいでしょうか。はい。あ、でもそんな塩入れたらあれかも。あ、塩気あるからいらないんじゃない。うん、もともと味ついてるから。うん、ベーコン、胡椒だけかけとく。オッケー。あ、塩胡椒、胡椒めっちゃかけちゃうタイプ。いいよ、かわいい、美味しいっす。いいっす、大丈夫ですね。みりんと、みりんは使わないか。ほんでんじゃない、あんまやりすぎと固まっちゃう。はい、入れます、きのこ。あ、炒めてもこのままいっちゃってもいいけど、うん、私は炒めた方が好き。炒めよう。
ホイル焼きにならないぐらいも炒め物になってる。ホイルはホイルどこにあるの？ホイル。てかホイルどこにあるの？ホイル焼きってさどうやって作るの？これをで本来だったらそんな多分炒めなくていいんだよ、うん。ホイル使わないでさ普通にこの上から最後チーズかけて。確かに。それでいいんじゃない？完成したら確かに。エコだし。そうしよう。そうしよう。ええやんええやん。で、あのワンプレート料理みたいな器をね、ホイル入りしたら、うん、確かに器ホイル、じゃあ器作るわどういうこと？確かにホイルってそこに敷いてやるものだよね、うん、そうだよね。ホイル焼き作ってなかった？ミュータなんかで作ってたよね、なんかでさ。え、あれだよ、あのさ、なんかコラボな、どこだっけ、なんかコラボした時にメニューに入れてって言った。でも自分でも作ったことあるけど、なんだっけなんだっけ、アイリスのやつ、アイリスのやつだと思う。そうかな、なんかみんなメニューそれぞれ考えてたやつかな。考えたやつ、うん、なんかコラボあったあった、ハマってたから。ホイル焼きしてたイメージある。確かにそうだわ、ホイル焼き楽ちんなんだもん。炒めます？ホイル焼きは炒めないねねえ、何作ってんの？器いける？これニンニクじゃない？うん、やばかった。入れちゃっていいですか？いいよ。ベーコンがカタカタになっちゃう、どうしよう。ベーコンだけなくしたい。え、でもベーコンさ、カリッカリ美味しくない？まあ、そっか、うん、いいですか？いいよ。ベーコンがカタカタになっちゃう、どうしよう。ベーコンだけなくしたい。普段から食べ方してるわけじゃない。え、普段からこの食べ方してるよ。嘘だろ。すごい、めっちゃかじってんだけど、もうここに食べないんだ一本で食べるけど、これひねり慣れてるでしょ。すごいね。そう、ちねり慣れてる。あ、なんかた。私はそのコーン食べたことないよ。え？あ、もうコーンに粒になってるやつ。え、でも食べたことないコーン。ええー、粒になってるものしか食べたことない。マジ？ちねる？まずい。これちねる。あるの？コーンだけで。コーンちねる。まだ焼いてるしね。楽しいよ。楽しいよ。ちねってみたい。ちねるコーン。粒に一番近い状態に。確かに。そうだよ。ちねったらいいよ。おすすめ。ちねるなよ。回し物だ。ちねり業界の回し物だ。ちねり業界。これにチーズね。味付け濃かったらごめん。大丈夫。ホイルに入ってるだけで美味しそうに見えるから。確かに。いいんじゃない？いいじゃない？ねえ、入れるだけだろ。うん、マジウケる。このホイル補正あるから絶対。ホイル補正。うん、じゃああとはもうさき様任せた。うん。はし、はし。ちねりなよ。ちねってみたら。ちょっと手は汚れるけど。ちねりデビュー。ちねってみろ。ちねってみろ。どうやってちねるの？え、あのね、くるって。何それ。本当にわかんない。ちねれるの？ちねるっていう言葉すごいね、しっくりくるから。面白いな。え？すごい。やった、ミューちゃんもあった。すごい達成感あったね、今。ミューちゃんがちねった。あ、美味しい。美味しいでしょ。あ、おい、え、美味しい。そうだよ。初めて食べたバーベキューのコーン。焼きコーン、美味しいね。しい。はい、お願いします、お願いします。お願いします。はいはい。重くて持てないフライパン。あ、重たい。新しいホイル焼きだよ。ちょっと待って、重たい。重たい。めっちゃ重い。ねえねえ、フライパン持っとくから入れて。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、熱い？大丈夫？ちょっと熱い。はいはいはい。ね、量多くない？待って待って、量多い。ね、結構多いよね。まあ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 いいっしょ。うん、もうちょっと傾けられそう？あ、じゃあ、あざすあざすあざす。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。で、はい、あのチーズをかけて。ええやん。ええやん。開かないよ。美味しそう。開かない。開かないの。さっちゃん。さっちゃん開かないの。ほんまや。チョコレート切ろう。あ、開けた。最高。あ、目分量。いいですか。うん。ちょっとチーズ多め好きなんですけど。はい、どうぞ。めっちゃ入れるやん。いいけど。いや、いいっしょ。いいよ。いいよ。はいはい。はい。でもこれ、まあいいか。もうチンしちゃっていいかな。待って、アルミってチンダメじゃね？え？アルミチンダメだよ。ダメだよ。アルミチンダメだよ。爆発。チリチリバーンっていく。そうしよう。うん、お、いいね。そう、そう、分かってた、知ってたし。
とベーコンのホイル焼きになる予定。はい。ね、これ皮むくの？皮でむくの？さつまいもって。さよならで。あ、キミちゃん。ダメ。ダメダメ。そうじゃないって食べきるの。まあ秋の具材ですから全部ね。はい。だっていっぱい具材入ってた方がさ、出汁出るからうまいじゃん。